中世、アンダーソン・デュセイ・アンダーソンは、アメリカ合衆国の外交官。国務省外交部に35年間勤務し、アジア問題に精通。1936年に誕生し、ミシシッピ州サムナーの農場で成長。プリンストン大学で歴史号の学士号を取得。カリフォルニア大学バークレー校で、ヨーロッパ文学を修了。1958年から1960年まで。 アメリカ海軍で士官として現役勤務。その後はミシシッピ州にある家族の農場の経営を管理。1962年に国務省外交部に入省。1963年から1964年までネパールのカトマンズ大使館で総務職員として勤務。1964年からベトナムで国際開発庁地報代表。続いて、 ベトナム革新開発プログラムの顧問ニ役。1965年から1967年まで国務省ベトナム作業部会メンバー。1970年から1973年まで台湾の台北大使館で政治担当官1973年から1976年まで日本の東京大使館で政治担当官続いて、 国務省政治軍事局に短期間在籍した後、1977年から1980年まで、太陽国のバンコク大使館で副参事官を呼びたい、インドネシア主任監視官。1980年から1983年まで、ベトナムラオスカンボジア部長。1983年から1985年まで、日本部長。 1985年から1989年まで中日主席講師。1989年から1992年まで主席国務次官補代理として日本、朝鮮、中国、モンゴルを担当。1992年から1993年までプリンストン大学及びラドガース大学で在住外交官という形で出張し、 東アジア政治経済の講義を担当。1993年から1994年までは国務省調整官を務め、クリントン大統領主催によるシアトルでの閣僚、首脳会議を調整。続いて1994年から1995年まで政策企画本部上級委員。ベトナムとの国交樹立に伴い、 1995年から1997年まで中ベトナム臨時大使。1997年5月に国務省外交部を退職。1997年国務省カンボジア特使。1997年から2001年まで朝鮮半島エネルギー開発機構事務局長を務めた。ありがとうございます。